はい、どうもこんにちは。15時18分のドル円ですね。朝お話した通りに相場は売りの方に向かっていると思います。まあここ1日2日でかなりの急落をしてですね、ずっと長い時間かけて右肩上がりのトレンドを作ってきたのが今見えているね、日足のこのとんがり山が右側にあるでしょ。ここから急速に下に向かってますね。で、4時間なんですけども、ご覧のように、ソーサートップ、そして小さなソーサートップ、その後の横ばいから、ボラティリティが大きくなってきたっていうところから、もうかなり大きくなってですね、まあ、均衡を破って、それから左側ずっと作ってきたゾーンっていうのを突き破って、そこから売りのエントリーができるようになりまして、で一気にね、この4本、4時間ですか、4時間3本ぐらい、ここ1日で、大きな利幅を取ってくれたということです。で、1時間の方を見てみると、これも朝の相場解説通りなんですけども、もう売りに入るよと。で、アリゲーターもバーッと開いてですね、あと100日移動平均線が下の方にグッと向かってるでしょ。ちょっと見えにくいと思いますけども、もう完全に売りで全部取れたと思います。今日は皆さんほとんどの方が利確できたんじゃないですかね。もちろん今利確せずにもうちょっと伸ばしてる方がいると思いますけども、一旦半分でも利確した方がいいと思います。まあ引き続きですね、まあニューヨーク平均株価もドーンと落ちている、日経平均株価も一時1000円以上の割り込みをしましたよね。まあただならぬ感じなんですけども、まあこれがね、例の世界的に流行っているあれのせいなのかなとは思うんですけども、多分ね、実態以上にこれは不安の売りが出ていると思うんですよ。それから代わりに買われているのが米国債っていうところにもちょっとね、注目しないといけないかなと思います。どうもね、日本の国債はもう買われていないという現象が起きてるんですよ。これが何を意味するかっていうと、まあ日本型の不況の始まりなんではないかなと思うわけなんですよね。じゃあ不況になっていろんな会社が生産活動を中止して、それから輸入も起きてこないと。輸出も当然不振だということで、もう八方塞がりになるわけですよね。その時に何をすればいいかってことなんですけども、国内からでも、コンスタントに利益を追求できるのが、今皆さんが今目にしてるね、FX なんではないかなと思うんですよ。いかがでしょうかね。それでは本日は以上です。